レゴムービーには2019年のアメリカ合衆国オーストラリアデンマークのコンピューターアニメーションによる冒険、コメディ映画である。レゴのブロックを元としており、監督はシュレックフォーエバー、トロールズのマイク・ミッチェルが務めた。レゴブロックで構築された世界を舞台に宇宙人に誘拐された仲間たちとの日常を取り戻すため主人公、エメットのドタバタぶりを描くアニメ作品である。 本作は一見、ストップモーションでレゴを動かしているように見えるが、全編 CG アニメーションで作られており、オーストラリアの VFX 制作会社にもある、ロジックが制作を手掛けている。お仕事だ用の野望を、エメットたちマスタービルダーが打ち砕いたものの、ブロックシティがデュプロ星人に襲われた、前作、レゴムービーから5年後、ブロックシティの秩序が崩壊しボロボロシティに名前を変え、 誰もが荒れてしまった中で、エメットは相変わらず仲間たちと毎日を能天気に過ごしていた。そんなある時、流れ星に願い事をしようとするエメットが目にしたのは、奇妙な宇宙船に乗ってやってきた謎の宇宙人、スイート・メーヘム将軍。将軍は、ルーシーやバッドマンたちを誘拐し、ミュージカル大好きなわがまま女王が支配する惑星に連れて行く。エメットが彼らを救うために、 地球から宇宙へと飛び出しシスター星雲に旅立つ。声は言語版、日本語吹き替え版になっている。2018年6月6日に日本での公開が決定したことが発表され、特報映像も公開された。また、2018年12月24日にはクリスマスシーズンに向けて制作された特別映像が公開された。 二千十八年十一月二十六日に予告編が公開され、二千十八年十二月二十一日には日本での公開日が決定され、日本語吹き替え版予告と日本版ポスターが公開された。全米での二千十九年二月八日から二月十日までのボックスオフィスランキングでは、興行収入四百十一万を三百三十五ドルで首位デビューを果たし、 翌週2月15日から2月17日までのボックスオフィスランキングでは2000万ドル以上の工業収入を上げて2位となり、累計工業収入も約6200万ドルになった。さらに、翌週2月22日から2月24日までのボックスオフィスランキングでは3位となり、累計の工業収入が約8300万ドルとなった。 日本での映画公開の前日にあたる2019年3月28日にレゴムービーにザ・ゲームが発売された。映画本編のストーリーに沿った本編以外にもクリア後の DLC やサブストーリーがある。ありがとうございます。